はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、またね、ゴミみたいなデッキを作ってきたんでご紹介していきたいと思うんですけども、ラビリンスっていうテーマ、本当にクソデッキがさ、無限にできるからさ、このテーマ本当に面白いなと思ってるんだけど、まあ今お気に入りのね、デッキなんですけど、なんか巷ではなんか、うざいとか、陰キャとか言われてなんか嫌われてますけどね。僕はめっちゃ好きです、このテーマ。今日はね、森林守るものっていうモンスターと、あと、相手の手札を除外したり、デッキを戻したりしながらドローさせるカードを使って、ハンデス、全ハンデスさせるコンボを、作ってきました。これね、ハルテショーギミックのところでもやりましたけど、森林守るものっていうカードが、ドローフェーズ以外で相手はカードをドローできないよっていう、まあ、永続効果があるんですね。で、これをドローさせる系の、カードと組み合わせて、使うと、全ハンデスができるんですよ。チェーン1、リインカーネーション、チェーン2、宣戦復帰みたいな感じで、宣戦復帰で自分のモンスター蘇生させながら、ハンデス系の、動きができるようになるので、これをスターマーフェイズとかに打っていくことによって、相手の手札を全部、ハンデスできる。で、その動きを通常トラップなんで、まあ、レディがすごく、集めやすい、コンボパーツが。結局、このデッキって、こいつが墓地に落ちてて、トラップカード、リンカーネーションとか、かく乱作戦、プラス戦線復帰みたいな、そういう3枚コンボになっちゃってるんですね、基本的には。なんで、かなり普通に組むと、すごく、なんだろうな、決まりにくいんですけど、レディのこのトラップセット効果がめっちゃ強いんで、すごく決めりやすくなったんです。はい。こういうのがあるからね、やっぱね、クソデッキいっぱい作れるんですわ。なんで、今、やっぱレディが熱い、俺の中では。まあクソリッキーですけど、よかったら最後までご覧ください。デュエルスタンバイ。ああほんの強そうじゃないですかこれ。なんかラビリンスとかいうデッキ、クソデッキたくさんできるからめちゃくちゃ好きです。ラビリンスでクソデッキ何個目だろうなこれで。なんか分かんないけど体感なんか5、6個目ぐらいなんだけど、もうちょっと作ってるかな。なるほど。あー、割とハンドは優秀な気はしますね。どっから行こうかな。アリアーヌちゃんがな、ちょっと若干問題点ではあると思うんですが、とりあえずここを捨てて、まあ、セットから入りましょう。はい。で、アリアン、アリアーヌちゃんか。アリアンナか。アリアーヌだかアリアンナだかちょっと分かんなくなるんだけど、これ覚え方ない。アリアンナかアリアルか分かんなかったんだよ。で、こう神殿を守るものとか意味わからんモンスターを特殊召喚して、で、ラビリンスキックロックの効果を発動。特殊召喚。はい。で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。あらろ、御影獅子。して、御影獅子の効果を発動。いや、これあれだな、なんか2枚とも素引きしてるからさ、これ。なんかあんまり余計なことしなくてもよかったのがでかいな、非常に。これちなみに、コンボパーツが揃わない場合は普通にラビリンスで戦えばいいんで、なんか戦いはします、ある程度は。はい、クソレッキではありますか。クソレッキの中ではまあそこそこ強い方。まあ普通にラビリンス回せみたいな話あるけど、これでいいですね、エンドフェーズで。これで後ろを破壊されることもないので、まあ安心してクソムーブをかましていけるといったところですね。で、スタンバイフィーズに打っていきたいんですが、うららとかあるかもしれないので、一応ビッグウェルカムから発動。さあ、ビッグウェルカムの効果で、ああ、なるほど、何もない。ということは、まあ、アリアンヌかもわかんないので、で、アリアンナちゃんの効果を発動して、で、さらにシャンドの効果も発動。手札に帰ってきながら、ラビレスモンスターじゃない。で、シャンドラからのアリアンナ効果で、レディ持ってきて、これちょっと相手なんですか、ね、今。僕のターンじゃなくて相手なんですこれ今。はい。で、レディが出てくると。はい。で、スタンバイフェーズまでいきましょう。スタンバイフェーズ。はい。トリックスターリインカーネーションを発動。で、チェーンレディオブザラビデンスの効果と。
トラップガードをセットで、チェーン先制復帰を発動で、死んで守るものを特許召喚、リンカーネーションの効果によってあなたの手札を全て除外してもう一回カードを引いてもらうんですけども、まあ、神殿守るものが存在している場合ですね、あのドローフェーズ以外で相手カードドローできないんで、セットするのはまあ何でもいいかな、まあ、次元消費かなんかで、はい、であなたのカードを全部除外して、あ、インフェルニティ、なるほど、珍しいですね、まあ、とりあえず天国の出してきますか、はい、でこれで相手の手札が全部除外されて、相手は全てのリソースを失ったということですね。相手の手札と場何にもカードなくて草。何にもないですけど、どうしますか、何もなくなりましたね、カードこれあ、神殿ちゃん来てんじゃん、なるほど、戦線復帰ある、いけそうだな、天国あるでしょ、天国あるから、まあ、とりあえずこれこいつぶん投げて、で、ビッグセットで、天国で、だ天国であれだな、手札シャッフル系のやつをセットしたいかな、ウェルカムに、ウェルカム発動の後に、ただそれでいける、まあ、裏で打たれてもいいわ、で、裏で打たれてもやりたいことができそう、まあ、今日のところはこんぐらいで勘弁しようってやるわ、で、ですね、公開状態でね、あのセットカードが発動すると天国の奥は出てきながら魔法トラップセットできるっていう効果があるので、まあ、その効果を綺麗に使っていくことによって楽園開幕、なるほど、楽園開幕、なるほどですね、いいでしょう、でサロニールステル、いいでしょう、で、すごいな、これアルベルで引っ張ってきたカードをデッキでシャッフルしてからハンデすればいいからサロニールここはいいよ、オッケー、まあ、その辺はいいや、オッケーです、オッケーです、全然いいです、でサロニネル効果で何らかのカードを墓地に送る、断罪か、オッケーで、アルベル効果、楽園融合かなんかをサーチ、あー楽園融合をサーチ、オッケー、いいでしょう、でここスルーでよくて、でスタンバイフェーズ、ビッグウェルカムを発動、まあ、これ裏側打たれてもいい、さあ何もない、オッケーで、ねレディからのレディ回収で、シャンドラ発動帰ってくる、天国さん効果発動、セットカードが発動したんで自分を特殊召喚しながら魔法トラップセットできるという効果で、レディの効果によって特殊召喚、まだいいです、で自分特殊で天国さん出てくる、天国さんで魔法トラップセットする、これかく乱作戦でいいかな、除外するとちょっとワンチャンアドバンテージ担がれるパターンあるんで、かく乱で戻して、もう一回やり直しましょう、で処理後かく乱作戦発動、さあ君さ一回さ手札加えたやつそれデッキ全部戻してくれ、一回ありがとう、で、レディの効果発動、トラップカードに効果をチェーンしたのでトラップカードがもう一回セットされる、で、先制復帰を発動、対象、神殿守るもの、これハカーナだけやめて、ハカーナマジでキスやめて、ハカーナだけ本当にやめて、あ、ドレイドは別にいいかな、ドレイドは別にいいです、ドレイドは OK で、除外されてドレイド出てきて、でドレイドあれだったんだ、家具一回スルーしたんだ、なるほど、家具に打った方がいい気がするけどな、まあいいか、セットするカードは何でもいいですね、次のターンのアタッカーになることを考えるとビッグウェルカムかなんかでいいかな、
ちなみに神殿守るものが、ね、存在していると、相手はドローフェーズ以外ではカードドローできないんで、それ戻しただけになりますかね。はい。で、はい。断罪で開幕回収することができますよ。いや、ちょっと神殿守るものさんか。おお、よくも神殿を、俺の神殿を守るものさんをよくも許さんぞ。絶対に許さん。金券か。なるほど。金券ね。ドルイドブルムめんどくさいですね。かなり。かなりめんどくさい。どうしよっかな。一旦殴ってから考えますか。とりあえずドルイドブルム、ぶん殴って、でドルイドブルム対象取れないんで、今、レディは。なんで、まあ、これでしょれるのは天国さんぐらい。はい。で、天国さんしょられる大きい。で、レディで相手のモンスターぶん殴って、はい。はい、OK? で、ビッグ発動する。で、ビッグ効果で、チェーンして、レディ効果発動。断罪使った方がいいけどな、これ。あのね、多分ね、レディのね、効果に、でね、トラップをセットするっていう効果あるんですけど、多分ね、それさせない方がいいと思います。なんでなんか、チェーンするカードがあったら、チェーンした方が、多分いいと思う。レディはね、ほんとね、チェーン許してるとね、一生のアドバンテージ稼がれるからね。うん。まあ、今回の場合は、普通に相手が、許してくれたんで、次元消費セットできましたけどね。どうしましょうかね、まあ、ビッグセットしておきますか。で、ラビリンスシャンドラ効果でビッグセットしといて、ビッグセットいけば別にラビリンス、あ、ウェルカムでもいいのか、これウェルカムでもね、そうそう、まあどっちもいいや。で、自転衝撃あるんで、まあ融合出せねえから、まあ終わったでしょこれで。はい。で、ウェルカムセットで、白金の効果で、ビッグセットでいいかな、多分。うん、それでさそう。で、ウェルカム効果、打点高い方がいいか、これ。まあ、キル取れねえから、アリアンナでもいいか。アリアンナでもいいな。アリアンナ。で、効果。発動。もう一回これ戦線復帰と撹乱作戦ぶち込みたかったですけどね。永遠無限半ですみたいなことしたかったですけどね。まあいいや、まあ、ここまで来たらもう大体勝ちなんで、あんまそれはもうオーバーキルみたいなとこありますけどね。ちょっと撹乱作戦かなんかセットしときます。もういいや、これでビッグあるし、これでいいや。はい、何かサーチしてきたやつ戻したろ。はい、あんま関係ないな。でもな、これビッグ打ったら相手の反動を削れるんで、まあ、あんま関係ないですかね。デスキャスター出す必要もないし、ここでエンドして、で、お相手し断罪あるんで、一応開幕が回収できるから、そこから動くことはできるか。一応断罪で開幕回収して、開幕で単独切ってみたいな。はいはい、いいでしょう。まあ、ワンチャンね、楽園有効が通ればみたいなとこありますからね、お相手も。まあ、次元障壁セットしてるの分かってるとは思いますけどね。はい。まあ、次元障壁打つまでもないというところはありますね。はい。で、開幕発動。手札切るのは、増殖する G、なるほど。増殖する G 投げて、アルベル特殊して、で、アルベルの効果で、サーチするのは何ですか？楽園有効です。じゃあビッグウェルカム発動します。で、チェーンレディ効果発動します。トラップカードセットします。相手かわいそうになってきたわ。ああ相手かわいそうになってきちゃった。インカーネーションセットしよう。レディーレディーか、レディー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 、
で、白金発動、アリアンナ発動、ウェルカム発動、シャンドラ発動。かわいそう。これはかわいそう。これは悔しそう。悔しいでしょうね。ハハ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 かわいそうにな。かわいそうにな。お、どうした？おう、どうした？大丈夫か？生きてるか？息してる？お、なんだ？これ遅延か？ちなみにこれに関しては遅延したくなる気持ちもわからないかもないけどな。俺だったら通報してブロックするわ。あー、親顔ムーブですか？いや、これ、クックロックねえから何にも妨害できんか。これ見ていくしか見とくしかねえな。相手の展開、マジックランプって誰だよ。やべえ、マキュラとかいうカード送られたな。自分のメインフェンスはこのカードがフィールド上に表が勝利するのせっかり、ティムだからランプの魔性ラジン一体を特殊召喚する。いつの時代のモンスターだよ。裏返し見るとこのカードが相手モンスターに攻撃されたダメージ計算前に攻撃モンスター以外の相手モンスターに対象にとって攻撃対象をその相手モンスターに移し替えてダメージ計算かな。あー、マジックアームシールドみたいなことできるんだよ。なんかちょっとよくわかんないけど、マジックランプという意味やからモンスターが異彩を放ってるんだよ。プリステソームとかいうガチヤバモンスターできちゃったんだけど、パーペチュアルキングデーモン誰だよお前。お前誰や。マジでお前誰やねお前。出たラジン、出たラジーンとかいうが激ヤバモンスター出ちゃった。これは何する人？マジでわからん。一体これから何が起きるんですか？パーペチュアルキングデーモンは悪魔族モンスター、うわ、わかんない、デタラメ発動された。悪魔族モンスターが自分の墓地を送られた場合、デタラメでサイコロを操作できる。1が出た場合6として扱えて、悪魔族モンスターが自分の墓地を送られた場合にサイコロ1回振って、そのうちの1体に出た目の効果を適用、1手札に加える、2から5敵を持つ、6特殊化する。なるほど。ほーん、なるほど。どういうことですか？これはもしかしてプリンセスオームでラジーンウォッチを送る800番、パーペチュアルキングデーモンで6。あー、これもしかしてこれ盤面に一生ラジン表示できる。あ、やばいかもしれない。これもしかして1でも1か6どっちかにできるから、絶対手札に回収できるか特殊召喚できるから、一生ラジンをプリンセスオーブで射出できるってこと。やばいことしてない？やばいことしてない？なんか一生ラジーンを顔面にぶん投げられて負けたんだよ。